ソロモンズはアメリカ海軍の護衛空母、カサブランカ級航空母艦の13番艦、その名を持つ艦としては2世紀目。本艦は合衆国会議委員会の契約下ワシントン州バンクーバーのカイザー造船所で1943年3月19日に寄港しエンペラーの名が決定した。悪部マイナス67に艦首が指定された後、 1943年6月28日に、ナスークベに改名し、1943年7月15日に、クブマイナス67へと、監視変更した。1943年10月6日に、F.J. マッケナプ人によって浸水し、その1ヶ月後ソロモンズへ改名され、1943年11月21日に、M.E. クリスト艦長の指揮下収益した。 ソロモンズはアストリア近辺のピュージェット湾で4週間にわたって隠しテストと訓練を消化した後12月20日にアストリアを出港3日後にアラメダに寄港して12月25日にサンディエゴに到着した12月30日ソロモンズは真珠湾へ向けて出港し1944年1月6日に真珠湾に到着後は 西海岸向けの航空機と便乗車を乗せて1月9日に西海岸に向けて出港した。1月14日にサンディエゴに帰還するとソロモンズは1月末までの間は南カリフォルニア沿岸部での戦闘演習に従事。1月30日ソロモンズはサンディエゴを出港してノーホークに向かった。パナマ運河への道中。 ソロモンズの航空機は運河に対する防空演習に参加。2月9日、ソロモンズはバルボアに寄港して2日後に出港し、2月16日にノーホークに到着した。3月21日、ソロモンズはブラジル向けの航空機及び貨物を積んでノーホークを出港し、4月13日にレシフェに到着した。輸送任務を終えると、ソロモンズは 第4艦隊の指揮下に入り、4月14日から対戦紹介任務に就いた。しかし、レシフェまでの航海と5月4日から20日にかけて行われた紹介任務を通じて何事も起こらなかった。6月、レシフェを出撃して定期の対戦紹介に出動したソロモンズは唯一の戦闘行為を体験することとなった。6月15日、 ソロモンズの対戦哨戒機のパイロットは、ソロモンズから50マイル離れた地点に U ボートを発見。この報告に基づいて、護衛駆逐艦、ストラウブとハーゾックは現場海域に急行。最初に U ボートを発見した哨戒機のパイロットは、U ボートの対空砲火で撃墜されており、情報が途絶えていたが、16時54分頃に後期の哨戒機が飛来して、 情報の空白は埋められた。やがて、空と海上から、ロケット弾や爆雷で攻撃を開始。哨戒機のパイロット1名を失ったものの、U ボートはやがて沈没。ストラウブは U、U ボートの生存者20名を救助した。ソロモンズは6月23日まで、対戦哨戒任務に就いた後、デシフェに帰討して、捕虜を上陸させた。 2006年10月頃に取材でインタビューされたソロモンズの上院の証言によれば U ボートは少なくとも2機を撃墜しうち1機はこれ以上味方の損害が増えることを防ぐため U ボートの司令塔に向けて大当たりを行った上院によればこの時に生じた大音響が人生の中で聞いた最も大きな音だったソロモンズの対戦紹介部隊は リオデジャネイロに寄港した後、8月24日にノーフォークに寄港した。ソロモンズはスタテンアイランドで約1ヶ月待機した後、9月25日に P-47 サンダーボルトと150名の陸軍航空軍パイロットを乗せてカサブランカに向かい、10月6日に到着した。輸送任務を終えたソロモンズは11月7日にナラガンセットワンに寄港した。 その後、ソロモンズは海軍及び海兵隊のパイロット、候補生に対する着艦訓練に提供された。はじめは、クオンセットポイント近海で、1945年1月以降は、フロリダ州、ポートエバーグレーズに移って着艦訓練を行った。ソロモンズは、12月5日に、ショイ・バミューダ・トライアングル海域での訓練飛行中に、消息を絶ったフライト19の後期の、 TBF アベンジャーのパイロット14名とフライト19を捜索中に自らも消息を絶った p b m マリナーのクルー13名の捜索を行ったが成功しなかった。1946年5月15日、ソロモンズはボストン海軍交渉で退役し、6月5日に除籍された。その後、船体はベスレヘムのパナプスコスクラップコーポレーションに売却され、 12月22日にニューポートにおいて関係者に引き渡された。ありがとうございます。